春は動きたいという人の意思と連動する世界初の革新技術。この技術を足腰が弱くなった方々へ。自宅で春は足腰が弱くなった方の自立を助けるプログラム。オンラインでつながって体が思い通りに動くようサポートします。届けたいのは自由に動ける喜び。自宅で春で検索。皆様こんにちは。 J ワークアウトリウォーク事業部本部長の市川春奈です。お忙しい中、ノーノーリミット2021へお越しいただきありがとうございます。私たち J ワークアウトは脊髄損傷者専門のトレーニングジムとして2007年から約15年間、ある日突然事故や病気によって脊髄を損傷した脊髄損傷者を対象とし、もう一度歩かせることを目的にトレーニングを提供してきました。医療では脊髄を損傷した場合、一度傷ついた中枢神経は元には戻らず、多くの脊髄損傷者が一生車椅子上での生活や寝たきりの生活を余儀なくされます。しかし、皮膚であっても適切なトレーニングを積み重ねることで必ず回復が起こると考えるのが私たち J ワークアウトであり、私たちが15年間かけて脊髄損傷者を再び歩かせるために開発を重ね作り出してきたのが、ここにしかないオンリーワンのトレーニング、リウォークトレーニングです。リウォークトレーニングは決してすぐに結果が出るものではありませんが、長期間にわたり適切な運動を行うことによって、二度と歩けないと宣告された多くの脊髄損傷者が着実に回復を遂げ、目標を達成されております。これから始まるノーノーリミットイベントは、その回復成果を毎年世の中に向けて披露し、世の中の人々に回復にも人生にも限界がないことを伝えていくためのイベントです。今年は、東京、大阪、福岡より15名の方々がその成果を披露されます。今回のイベントが、一人でも多くの脊髄損傷者の新たな回復であったり、誰かが新たな人生の一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。最終日は東京スタジオです。どうぞご覧ください。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。会場にお越しいただいた皆様、そして画面の向こう側で配信を楽しみにしてくださっている皆様、今全国各地でこの瞬間を皆様と共有できていることがとても嬉しいです。昨日の福岡スタジオ、大阪スタジオの配信に続きまして、今日東京スタジオから配信とこのライブ会場として同時配信で行っていきます。本日司会進行を務めさせていただきます、東京スタジオマネージャー、そしてこのイベントの統括をしております小西アンナです。どうぞ2時間よろしくお願いいたします。まずはこちらのイベントのテーマ021に込められた映像をご覧ください。
2021年アスリートが競う祭典、不可能を可能にする、それを体現するのはアスリートだけではない。脊髄損傷者による歩行疲労イベント、ノーノーリミット2021。ノーノーリミット2021ゼロトゥーワン、人と競うのではなく自分自身と戦う、金メダルではなく一歩を目指す。ゼロが1に変わる瞬間を見逃すな。ここで開会宣言を東京スタジオの元気印トレーナーの松岡よりご挨拶申し上げます。本日はノーノーリミット2021にお越しいただき、また配信をご覧いただきまして誠にありがとうございます。東京スタジオトレーナーの松岡です。昨年は新型コロナウイルスの影響によってスタジオでの開催でしたが、今年はここ国際交流館からお届けいたします。イベントが決して当たり前に行うことが決して難しいと昨年でこう痛感いたしました。毎年イベントがこのように開催できるのも J ワークアウトを支えてくださっている皆様のおかげだと思っております。スタッフ一同感謝申し上げます。ありがとうございます。また昨日の大阪福岡の配信をご覧いただきまして誠にありがとうございます。新型コロナウイルスの影響によってトレーニングがなかなか行うことが困難な状態の中でも、小さな変化や大きな変化を見せてくださっているクライアント様に私はいつもパワーをもらっております。その中でも今年は特に変化を見せてくださっている5名のクライアント様が東京の代表として本日歩行を披露してくださいます。ぜひ YouTube のチャット欄でのコメントや直接来ていただいているクライアント様、その関係、すいません、出場者の関係者の方々、ぜひ直接声援をよろしくお願いいたします。イベントのテーマである0から1へ、動かなかった場所ができなかったことが動くようにできるようになる瞬間を一緒に目に焼き付けましょう。まばたき厳禁です。それでは、ノーノーリミット2021、開会いたします。それではこちらの映像をご覧ください。いつも素敵な笑顔で爽やかに元気にトレーニングしてください。ありがとうございます。それではいよいよノーノーリミットの一番の見どころ
メインウォーキングです。東京スタジオに通われるクライアント様の中から、今年は代表して5名のクライアント様がこれから歩行を披露されます。私も日頃一緒にトレーニングさせていただいてあるクライアント様であり、そしてトレーナーのみんなの緊張感も伝わる中で本当に楽しみな時間です。またメインウォーカーの中でも最も多くの人の心に響いた方に贈られるリカバリーオブザイヤー、今年は各スタジオ1名ずつのリカバリーオブザイヤーが誕生いたします。会場の皆様、そして配信をご覧になっている皆様の一人一人の一票がリカバリーオブザイヤーにつながります。ぜひご投票くださいませ。ここでご投票方法についてお伝えさせていただきます。5名のパフォーマンスが終了後、 YouTube コメント欄から投票用 URL をお送りいたします。また事前にお知らせいただいたアドレスにもお送りさせていただきますので、投票したい方を1名選びご送信ください。一番多くの票を獲得した方が今年のリカバリーオブザイヤーとなります。発表は後日弊社 SNS をもって発表いたしますので、そちらもどうぞお楽しみにしてください。お待たせいたしました。これから歩行される5名の方々の紹介映像になります。担当トレーナーの山田です。主に右膝を伸ばすトレーニングを重点的に行ってきました。当日は右膝を伸ばしながら歩いている姿に注目です。担当トレーナーの中村です。谷垣さんは病院でのリハビリも含めて週4回リハビリトレーニングを続けてきました。今回少しでも補助が少ない歩行を皆様にお見せできたらと思います。ぜひともご期待ください。担当トレーナーの石川です。中学生からトレーニングを始め、今は社会人となりました。イベントでは一歩一歩足が出るかご注目ください。担当トレーナーの西山です。上野さんは入会されてまだ8ヶ月ですが、めきめきと回復をしています。当日の素晴らしい歩行を楽しみにしていてください。担当トレーナーの山田です。受賞してすぐトレーニングを始められ、歩行トレーニングをする中で随性を高めてきました。1年での変化注目してください。トップバッターはこの方です。覚えてなくて、とにかく苦しくて痛かったぐらいしか覚えてないです。気づいたら病院だった。その怪我した瞬間と運ばれた時は覚えて、でそこから気づいたら手術が終わった。沖縄で怪我して、でお母さんはすぐその日のうちに来てくれて、でずっと近くにいてくれて、多分びっくりっていうかショックだと思います。動かそうとはしたけど動かないから、どうなっちゃうんだろうっていうか。はい、切ります。おー、よー、おー、惜しい。去年末
12月本当に待つ時にウォーカー歩行で初めて膝を押さえずにポン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 10歩ずつぐらい行った時はどうだった？びっくりした覚えてる？覚えてる？おーおー、逃げたー、逃げたー、このまま、そのまま、おー、おー、おー、2本目、そう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 、そこですごい自分的に可能性を感じて、もうちょっといけるのかなって思った。どうなるのか分かんなかったから、その瞬間になんか、あ、もしかしたらって思えた。独裁し、自分もモチベーションがなくて、ね、職場の人にずっと車椅子で生活すると思わないでほしいって言われて、周りの人がそう思ってくれてるからやらないといけないなと思って、一番はお母さん、すごい心配かけたし、怪我した時のことも知ってるから、最初に比べて今まで変わったっていうのを見せれたらいいなと思います。それでは最初のパフォーマー、平井風花さんのパフォーマンスです。風花ちゃん、よろしくお願いいたします。数ヶ月前の休職中に週2回3時間のトレーニングを続けてここまで来ました。立ち上がりから今一人で行い、操作も一人で全て自立している歩行を披露しております。ちょっと緊張している感じが見受けられます。最近では沖縄のお仕事を復職されて、スタジオトレーニングの時間が確保できない中、自主練を続けてきました。特に右膝を自力で伸ばすことが難しかった1年前からの変化を今披露しております。皆様、右足にご注目くださいませ。今の肘つきウォーカーからさらに難しい、歩行器に変更していきます。風花さんはこのメインウォーカーに選ばれた時、最初は少し悩まれていましたが、出てくれるとお返事をいただきまして、その頃からもやっぱり沖縄から来てくれる風花さんのトレーニングでの気持ちが本当に強いなと感じておりました。ストーリー映像でこの0から1に感じたというウォーカー歩行をこれから披露いたします。練習頻度が少ない中でも毎回めきめきと成長する平井風花さん、トレーニング中はいつもいつも可愛い笑顔でみんなを和ませてくれております。しっかりと自分の体重をどこに乗せるか、それも考えながら歩けるようになってきました。皆様、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。一方
歩一歩右膝を伸ばしながら歩けております。最初はこのウォーカー歩行器もウォーカーのサポートが必要であったり、あとは腰回りがグラグラして見ている側もちょっと怖いかなという感じでしたが、今はもう安心して前のトレーナーも後ろのトレーナーもこれだけの距離を取りながら一人で歩かれております。これからさらに難易度の高いパフォーマンスを披露していただきます。先ほどの紹介映像の最後にありました階段に登る、その一歩をここで披露させていただきます。階段での歩行は今は装具をつけている状昔は装具をつけている状態でしたが、ゆくゆくは装具をつけずに段差を越えたいといった思いがあります。皆様ぜひご注目ください。そして拍手で応援をお願いいたします。右膝しっかり伸ばして、風花ちゃん、さらに階段を降りるところまで自力で行います。頑張れ皆さんぜひ応援お願いいたします。風花さん頑張ですと YouTube コメントでも応援が来ております。すごい、見事階段を登って降りるところまでできました。皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。はい、パフォーマンスが終わりましたが、今日の歩行はいかがでしたでしょうか。ちょっとうまくいかなかったのが残念なんですけど、最後までやりきれてよかったです。うまくいかなかったんですね今後の目標を教えてください。もうちょっと安定して歩けるようにトレーニング続けたいと思います。またイベント出てくれますか。おでは今日のまだ納得いってないパフォーマンスをぜひ今度イベントで披露してください。本当にありがとうございました。平井風花さんに大きな拍手をお願いいたします。2人目のパフォーマーはこの方です。ちょっと考え事をしたのがいけなかったんですね。私自転車乗るのに何がいいかって、自転車乗る時にいろんなことを考えちゃいけないんだと思う。ただ地面を見つめて前へ進むことに集中するのがいいんだって言ってたくせにですね、ちょっとその考え事をしたもんで、相当ある段差をどんと落っこっちゃったんです。でもその落っこった時のことは全然記憶してません。それで要するに頸髄を痛めちゃった。いや、とにかくそのいろいろな仕事がある役職に就いてたもんですから、すぐに後の対応を取ってもらわないとみんなに迷惑をかけるから、とにかくと言ったってこっちからあんまり喋れるわけじゃありませんからね。でその時はですね、要するにここに穴を開けてましたんで声も出せないし、だから一卒誰かと一卒するのが非常に不便だったっていうのは記憶してますね。お辞儀をしてもう一度膝を伸ばします。お辞儀をしたタイミングで知り合いの方からお車親方が、ね、やはり受賞されて、あとお書きになった本をいただきました。それからある新聞社の方から、お車さんを紹介するから一度お車さんの話を聞いてみたらどうですかと、まあいうようなことでこの J ワークアウトを紹介していただいたって、そんな感じ
だったと思います。右足はその左足は真ん中くらい、左足は真ん中くらい。牛の歩みのようなもんですから、パッと考えると全然進歩がないようにも思えるんですけど、でも昔はどうだ、2年ぐらい前はどうだったかなと思うと、やっぱりなかなか、あ、今のができるようになってると、まあそういうようなことを励みにしてやっていくっていうことですかね。いろんな形で、受賞される方があると思うんですけど、このトレーニングっていうのはある意味では辛いといえば辛いですけどね、やっぱり体を動かすと、その動かした爽快感といいますかね、体を動かす楽しみっていうのは障害を持ったものもあるなと、できるだけそういうことを励みにしてやっていこうといいますかね。頑張ろうっていう気を持てるということがやっぱり大事なことであって、でやっぱりその政治をやってきた人間からすると、やっぱり社会のいわゆる弱者と言われる方が少しでもそういう気持ちを持てるようなですね、システムを作っていく、こういうことが大事なんだなっていうのは、自分がね、こういう障害を負ってつくづく感じたことですね。皆さんに見ていただくと、多少はかっこよしく、ああやんなきゃいけないから頑張ろうと、まあ、こういうことですね。やっぱり人間見えも大事ですからね、ということです。頑張りましょう、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは谷垣貞和さんのパフォーマンスです。谷垣さん、よろしくお願いいたします。皆さん拍手で応援をお願いいたします。谷垣さんといえば歌を歌いながらの歩行です。いつもいつも歌を歌いながら歩行されて、トレーニングフロアを明るくしてくださるのが谷垣さんです。歌を歌うと歩行の調子が良くなることをトレーニングの中で発見し、それをここ最近のトレーニングの中で取り入れてきました。歌に合わせたスムーズな歩行、映像の中にありましたが、映像の中よりもはるかに歩行スピードが上がっており、安定した歩行を今披露されております。今何の補助もなく歩くことができております。ここからさらに難易度を上げていきます。この歌を歌いながらの歩行姿は、私たちトレーナーにも、そして周りの一緒にトレーニングをされているクライアント様にも、いつもいつも刺激になっております。ここで、フリー歩行を披露いたします。後ろに中村トレーナーがいますが、今はサポートなしで歩くことに挑戦しております。挑戦という声がご本人からも飛び出しました。自立した歩行を
ぜひ皆さん応援ください。YouTube コメントにもファイトです、素晴らしい歩きですねと応援が届いております。もう少し中央まで、手拍子をお願いします。2、ラスト1歩。素晴らしいフリー歩行でした。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。いつもいつも周りを気遣い、笑顔いっぱいでトレーニングをしてくれる谷垣さんです。谷垣さん、お疲れ様でした。歌を歌いながらの歩行と、あとはサポートなしでの自立した歩行ということでしたが、今日のパフォーマンスはいかがでしたでしょうか。ちょっと寒かったからもうちょっと暖かいと、もうちょっといい格好したいと思ったんですけど、ということです。十分もう観客からもすごいという声も、 YouTube からも素晴らしいという声も飛び交っておりました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ここで谷垣さんよりメッセージがございます。こちらの映像をご覧ください。Jワークアウトで、トレーニングするのが私の生活の一つの中心になっているわけですけど、もちろん中村さんはじめ Jワークアウトの皆さんにも非常にお世話になっているんですが、世田谷からここまで来るにはヘルパーの川崎さんにいつも大変気を使っていただいて、で車を運転してくださる遠藤さんにもお世話になって、いろんなことをこう細かく見ていただいて、おかげさまで J ワークアウトでもなかなかきついトレーニングではありますけども、なんとか楽しく過ごせている笠井さんに本当にお世話になってます。ありがとうございます。それではいつもいつも谷垣様と一緒に、私たちトレーナーにも元気を与え、もう何よりのスーパーアシスタントの笠井さん、ステージへご登場お願いいたします。どうも笠井さん、いつもすいません、ありがとうございます。じゃあこれが拙い字で書いた手紙です。ありがとうございました。笠井さん一言いいですか。いつも励ましてくださる皆様、本当にありがとうございます。おかげさまで谷垣先生もこのように元気になりました。また応援をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。笠井さん、ありがとうございました。続きまして、リーフケア守屋社長より花束の贈呈がございます。守屋社長、どうぞステージへご登場お願いいたします。皆様盛大な拍手でお迎えくださいませ。改めまして、谷垣さん、一言いただけますでしょうか。いや本当にJワークアウトの皆さんや今御礼を申し上げた皆さんに支えていただきましてね、
やっぱり自分で頑張ろうって気持ちが持つのは大事ですけど、一人じゃなかなかできませんので、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございました。今一度谷垣さんと、そして素晴らしい信頼関係を見せてくださった葛西さん、リーフケア守谷社長に拍手をお願いいたします。ありがとうございました。続いて3人目のパフォーマーはこちらの方です。怪我したのはね、うちを新築していてね、で逃げ上がってきてフラッと来たのよ。そのうちに分かんなくなっちゃって怒っちゃったの。気がついてみたら下にコンクリートのシャフに落っこって落ちてたって言うんだよね。でそのまま1ヶ月ぐらい近くなって、なんか転ぶようなの、おかしいなんて、なんでこんなのこれは転ぶうちんだろうって。いないでしょって言われて、で本人も何回もお医者さんの方に確認するんですけど、歩けることはないと思いますっていうお話を受けて、すごく本人は絶望的になってて、リハビリとか何か受けてもらって、受けさせてもらってやってたけども、いざ今度やったって寝たっきりだしさ、どうしようもないし、じゃあもう死んだ方がいいなと思って。すごくそれはね、清潔だしね、いいと思ったよ。でみんな上がる、皆さん上がるしね、だからこたつはもう任せられるだろうということで、自分ができることが増えてくると、あれできるかもしれない、で本人がすごくこう今の自分の怪我だったりできないことを受け入れながら、そこからこうちょっと前進しようとする、なんか気持ちが増えたというか、すごく意欲が高くなりました。その取り組む意欲もそうなんですけど、生きる意欲というか、楽しみをちょっと見出せるかもっていう希望が持てたのかなと思いました。それがなんか J ワークアウトに来て一番大きく変わった部分だなと思います。ぜひ歩く姿、歩ける姿をみんなに披露してもらって、それを自分の自信につなげていただければと思います。できればね、誰の手も借りないで歩いてみたいよね。最後に3歩でも4歩でも歩いてみて、どうせやるならね、そういうパフォーマンスやりたいよね。これ見たかって。それでは上野久志さん、パフォーマンスをお願いいたします。皆さん拍手で応援ください。ここ数ヶ月は体調不良が続き、トレーニングに来れない日もありました。イベントでの歩行披露を一つの目標に置いて、どんどん一人でできることが増えております。今日これ見たかが見たいです。最近までブレーキ付きの歩行器での歩行はご自身で操作ができませんでしたが、手に麻痺がありながらも、ちょっと見づらいかもしれないですが、今ご自身の手でブレーキをかけながら歩行をしております。
頑張ってください。この前を向いて歩いてる上野さんの表情がとっても素敵です。余裕がありそうですね。上野さん、まだまだいけそうな気がしております。はい、ここで肘付きの歩行器から手で支える歩行器に移ります。ご自宅での実用的な歩行を目指して、この肘付きから普通の歩行器でのチャレンジです。上肢にも麻痺がある上野さんにとっては、こちらの歩行器での体を支えるということも簡単なことではございません。こちらもグローブなしで行く感じですね。これはウラさん余裕そうですね。今こちらににっこりとした表情を見せてくれました。ありがとうございます。いつもスタッフ一人一人にあだ名や声をかけてくださる上野さんです。この女性トレーナー2人と歩いてるっていうということも、ご自身で体を支えるからこそできることになります。今トレーナーの西山から前を向いてお尻も前にして綺麗な姿勢で歩くという指示が出ました。皆様大きな拍手で応援ください。前を向いて最後、頑張ってください。上野さん、最後一歩です。頑張れ。右足の、よいしょ。最後座るところまでご自身で行きましょう。ゆっくり座ります。皆さん、上野さんに大きな拍手をお願いいたします。もう余裕たっぷりの上野さんの歩行でした。終始笑顔を見せてくれた上野さん、ご感想をいただいてもよろしいでしょうか。今日の歩行はいかがでしたか。今日はほとんど良くないですね。自分で思ってたよりちょっと出来が 80% ぐらいだ。 80%、ええ、なかなかやっぱりこうして歩くっていうことは大変なことでありますし、まして人様の前でね、こういう時間とかを作っていただいて、なかなか歩けるもんじゃないと思うんですよ。だけどやっぱりスタッフの皆さんがね、本当によくやってくれてるし、ありがたく思って一生懸命練習に励んできました。結果だと思います。上野さん、ありがとうございました。いろいろ抱えながらも素敵な表情と素敵な姿勢で歩いてくれた上野さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。次はこちらの映像をご覧ください。
山口さん、いつもありがとう。Be myself。4人目のパフォーマーはこちらの方です。なんか急に病気になったのがあるから、で起きて、なんかその起きた時に 歩き方が不安定になってまして、でそのまま倒れて病院に運ばれた。原因不明、いろいろ尽力してくれたんだけど、精力科の担当医もいろんな方法、女子医だとかいろんなところに行って聞いたんだけど、前例がなくて、難病でもないし、整形の先生が書いてくれなかった。外資系のメールあった時に、なんかスマートお母さんが峠かもしれないですね。でも実際生きて戻ってきたわけだから、やっぱそれ自分のやっぱ宿命というか運命受け入れるしかない。最初分かんなかった時に、今は結構その分かるようになったりとか、ね、あとはそのコンディションがいいかどうかとか、そういうのも分かるし、みんなの方がこうみんなとの関係性があるんじゃないですか。でだからノータッチもするんだけど、なんかうまいことやってくれてるのかなって、体のその車椅子に乗った時に前もこうなってたのがこうなってるかなっていう安定してきたかな。10メートル歩けたのはすごいことだと思うし、もっともっと距離を伸ばしていけたらなっていうのはやっぱ一つの目標になる。ちょっと歩けるようになってきたら、自分でやっぱ外出するときとかにそういうウォーカー使っていけたらいいなっていうのは。一番はお母さんかな。やっぱトレーニングのお母さん最近は見てないから、やっぱそこの成長の部分をお母さんに見せたいっていうのがある。ここまで来たからやっぱやりきりたいなっていうのがあるし、ちゃんと足のコンディションを整えてやっぱ本番を迎えたいなっていう気持ちがある。はい、頑張ります。それでは新田力人くんのパフォーマンスです。皆様拍手で応援お願いいたします。中学生からトレーニングを行ってきて、今はもう社会人、歩行のスピードが速いですね。しっかり足が上がっております。今年に入り歩行に挑戦、周りのトレーナーも本当にびっくりするほど歩けるようになりました。職場でも自主的にスクワットを行ったり、自分にできることは何かと考えながらトレーニングをするように、心身ともに成長を遂げてきた力人くん。ここから歩行器に変えて、トレーナーとトレーナーの手で立つ姿を披露いたします。皆様どうぞ応援をよろしく。
くお願いいたします。お、ここからまっすぐ前へ歩いていきます。右足が出ないことが多く苦戦しておりましたが、見事真ん中まで歩き切りました。ここで感謝を伝えたいとお母さんから力人くんへ花束の贈呈です。見事花束を立って渡すことができました。ありがとうございます。あっという間のパフォーマンスでしたが、力人くんに大きな拍手をお願いいたします。今日はいかがでしたでしょうか。今日多分一番今までで調子良かったと思います、うん、本当にあっという間のスピードで歩かれました。お母さんに一言ありますか。いやもう感謝しかないですね。力人くんありがとうございます。これからも応援しております。力人くんに大きな拍手をお願いいたします。いよいよ2日間最後のパフォーマーの方です。こちらの映像をご覧ください。アルバイトやサークルなども行っていて、結構大学生活は充実していたなと思います。夜いきなり腰に痛みが走って、痛いなと思いながら寝たんですけれども、その次の日にはもう足に力が入らなくなっていて、そこから病院に行きました。まあ、ただの腰痛かなと思っていたら、だんだん足の感覚がなくなってきてしまって、病院でもなかなか診断がつかなくて、何がどうなっているのか分からなくて、一体これからどうなってしまうんだろう、でも不安で不安で。手術したら治ると思ってたので、早く終わんないかなぐらい思ってたんですけど、でも手術してもあんまり変わってなかったので、まあ、リハビリをしないといけないなっていう、ちょっと、まあ、心境的には変わっていて、少し重く受け止めるようになっていました。立ったり歩いたりっていうのは自分ではできないんですけども、まあ、支えてもらったら足は動かせたりとかして、足首とか膝っていうのも動かせるようになっていたので、手術した当初とは変わった状態で退院できました。右左そうそう、で、着いたら膝を伸ばすか。そう普段通りにの歩行に近い歩きをさせてもらって、自分でも歩けるんじゃないかなっていう希望を持つことができました。もう退院と同時にここへ体験させていただいたんですけど、その時にもう1回目でちょっと立つことができたので、それを見て、ああもう本当にここで頑張れば、まあ、歩けるようになるんじゃないかなっていうふうに思いました。右に乗せて、そう、左に乗せて、もっと乗せる、そう。やっぱり、まあ、歩けるようになってほしいっていうのが一番なんですけれども、まだ若いですから、まあ、いろいろなことにチャレンジして、まあ、いろいろ自分の、ね、世界を広げていってほしいなと思っています。今まで支えてきてもらっていて、とても力をもらってばかりだったので、本当に今の自分で見せることによって、少しでも変化してるな、あ、頑張ってるんだなっていうことを見てもらって喜ばせることができたらなというふうに思います。今の自分を見せられるいい舞台だと思うので、限界を超えて歩きたいなと思ってます。
それでは真島くんのパフォーマンスです。皆さん拍手で応援お願いします。トレーニングを始められてもうすぐ1年、自宅での自主練も行いながらトレーニングに励んでおります。1年での変化、進化を成果として本日は披露いたします。もう歩行器からトレーナーたちは離れ、一人でスタスタと歩いております。病院でのリハビリの時は消化器道具を使っての歩行でしたが、今ではご自身で膝が曲げ伸ばしができるようになり、サポートなしで歩くことができております。今日朝お会いした時にはバッチリですっていう力強い一言をくださった真島くん、本当に先ほどの映像も素敵な言葉がたくさん飛び交ってたなと思っております。続いてはウォーカー歩行より難易度の高いクラッチ歩行に挑戦します。実は8月のメインウォーカーが決まった時点でクラッチに挑戦できればいいなという段階でしたが、見ての通り前の膝のサポートも後ろの腰のサポートも全くなしで今クラッチで一人で歩いております。皆さん大きな拍手をお願いいたします。バランスが歩行器よりも大変ですが、今しっかりと体を起こして歩くことができております。さらにはここからクラッチより難易度の高いひじ杖での歩行にチャレンジいたします。本日最後の挑戦です。皆様さらに応援をよろしくお願いいたします。肘の部分の支えがなくなりますので本当に難しいパフォーマンスになります。杖自体もグラグラするのですが、それを支えながらしっかりと自分の足で一歩一歩歩こうとされております。左足が出ました。今膝のサポートもなしでお尻も自分でバランスを取りながらしっかりと歩かれております。真島くんに大きな拍手をお願いいたします。あともう少し頑張ってください。今までの練習の成果よりきっといいパフォーマンスになっていると私は近くで見ていて感じております。真島健人さん、パフォーマンスをありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。では今日の歩行はいかがでしたでしょうか。そうですね、やっぱりちょっと緊張していてなかなかいつも通りの歩行っていうわけにはいかなかったんですけれども、でも結構最後の T 字の歩きとかはいつも難しかったので、頑張れたのかなと思ってます。はい。どん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 挑戦されて、すごく変化されてる真島さんにもう一度大きな拍手をお願いします。真島健人さん、ありがとうございました。以上で5名すべての方のパフォーマンスが終了いたしました。もう一度皆様5名の方に大きな拍手をお願いいたします。リカバリーオブザイヤーの投票方法に関しましては YouTube でのコメント欄より URL をお送りしてますので、そちらからご投票をお願いいたします。それでは最後に弊社代表取締役 CEO 伊佐卓則、 COO 谷野正樹よりご挨拶も、ね、申し上げます。伊佐 CEO、 谷野 COO よろしくお願いいたします。はい、皆さん2日間、イベントにご参加くださり本当にありがとうございます。
今日という日、まあ、昨日も含めてですけれども、皆さんのおかげでこのイベントを開催することができました。また来年ですね、今年以上に脊髄損傷者の歩行機能回復を掲げてですね、この会場にまた戻ってきたいと思います。私からは以上です。本当にありがとうございました。重ねまして2日間ありがとうございました。今回15回目という、まあ、一つの節目、まあ、こういったあのコロナの中でオンラインと共同で発信するという新しい取り組み、それからこの夏にはノーノーリミットワールド、J ワークアウトはさまざまな形でですね、今年、いろんな方々にこの再方向というもの、それから世界の方々に、それから今度今日テーマにありましたけど、また未来に向けて、また新たな一歩が踏み出せた、素晴らしい2日間になったかなと思います。これも多分皆さんがこうやって応援してくださってるおかげかと思います。また来年も、いいイベントができますように、これからまた1年間どうぞ応援の方よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。伊佐 CEO 谷野 CEO ありがとうございました。以上をもちまして、ノーノーリミット2021東京スタジオ、そして2日間の配信、すべてのコンテンツが終了となりました。思い返すとあっという間で、出場される方々の言葉とパフォーマンスと、あとは日頃のトレーニングの成果というところで、この本番に向けた回復が本当に私は好きで、この瞬間が皆さんと共有できた今日が本当に嬉しいです。私たちスタッフにとってこのイベントは毎年の節目となっております。今日出していただいた変化と、それをさらに回復につなげていくために、私たちも日々努力してまいりたいと思いますので、皆様引き続きご協力、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。今日本当に会場に集まってくださった皆様、そして配信をご覧になってくださった皆様、本当にありがとうございます。さまざまな形で見えないところからサポートをいただきまして、今日が迎えられることができました。そして来年またお互いにさらに成長した姿でお会いしたいと思います。皆様2日間ありがとうございました。021-021 終了させていただきます。今こちらで YouTube の配信でエンドロールが流れております。この後集合写真を撮りたいと思いますので、ご参加いただいた皆様の中からも写真に写れる方はぜひ前の方にお越しくださいませ。家族、彼氏、彼女、そして親友、周りのサポート、この環境、どんな状況でも乗り越えられそうさ、ありがとう。明日はどんな未来が待ち受けてるのだろう、書きたい数十年後の君から君へ No No Limit、 限界はない。未来は予測不可能なもの、なせばなると自分を信じること、それは決して楽じゃないか、前だけ見て進もうじゃないか。今はこうでも明日はどう、期待が膨らむ未来の予想、近づけるために全視あるのみ、限界はないさ No No Limit、 No No、限界はなくて常に積み重ねる努力の汗、無駄にしない期待と不安も未来の自分に嘘つかぬため、今を生きる人を信じる、時に知り合う常に陽気、数ある失敗は笑い話に変え、明日には
は笑い振り出しに戻る。終わらない止まらないエンドレスゲーム去った昨日2倍きっと笑顔明日にハロー君と見る未来幸せも2倍まだ途切れちゃない希望のかけら掴む手を差し伸べた太刀は宝ありがとう感謝は心からその踏み出す一歩はこの場から未来は予測不可能なものなせばなると自分を信じることそれは決して楽じゃないか前だけ見て進もうじゃないか今はこうでも明日はどう期待が膨らむ未来の予想近づけるために天使あるのみ限界はないさ No No Limit 夢の扉叩くのは誰さらなる高み目標定め有権実行妥協じゃダメ厳しいができる乗り越える壁君の笑顔を曇らすことも糧にしてどうか笑ってほしい叩き上げる精神と絆それこそが生涯かける宝目に描いた餅まるで宝くじ買わなきゃ当たらないのと同じまずは行動して得る奇跡それは今じゃもう必然的ただただがむしゃら幾度と見た夢は目の前さ分かるやつには分かるこの意味一言で No Limit 未来は予測不可能なものなせばなると自分を信じることそれは決して楽じゃないか前だけ見て進もうじゃないか今はこうでも明日はどう期待が膨らむ未来の予想近づけるために天使あるのみ限界はないさ No No Limit